お世話になったのはサイカルズの一人でございます。またポケットモンスターソードの続きやっていきたいと思います。前回ここのねフェアリーのジムリーダーを倒しましてバッジを手に入れたんで、次行きましょう。ここに外に行くって感じかな。またストーリー始まるって感じですかね。なんかあ、オッケー、お待ち。あ、いいっすね。こいつ出てきましたね。なんで今さらさっき言ってくれよ。ナックルシティに用事があるんだけどね、あんたもついてくるかい。ジムスタジオに向かうならナックルシティに戻るんだからさ、喜んで、まあついでさ。あ、いいのかな、飛んでくれんのかな。ナックルスタレーネに戻りましょう。ナックルスタレーネ、ナックルスタレーネに戻りましょう。オッケー、ここに行ってなんかやるんだっけ。何をやんだっけ。はい、ポケセン、ポケセンに来て、ナックルスタレーネ相変わらず埃っぽい街だ。埃っぽいか、お前の街の方が埃っぽいけどな。好むポケモンもいるからね。あ、そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ。そういうところ好むやつ、また動画すぐらいじゃね。で、これ何すんの。ナックルシティに戻りましょうっていうことで、こっちか。こっちかい。こっち行っていいのかな。ポケモン回復してるよね。あ、ちょっと待った、これじゃない、これじゃない。ミスった、ミスった。ポケモンは大丈夫、回復してる。オッケー、これ、このまま行きましょう。行きやしょう。いいよ。ぶっ潰していくぜ。まあ、自転車越えていくぜ。いいよ。ナイス。マッハ自転車で私の自転車止まってますね、いつも。オッケー、私はマッハ自転車が一番好きな自転車ですから。いいよいいよ。あ、出た、こいつだね。戦うか、戦う、お前どうする。ジムチャレンジャーで亡くなった僕の姿を見に来るとは、あんたに余裕なんかあるのかい。あ、なんでこいつさ、なんかあの敬語使ったり、なんか変なこと、変なタメ口で聞いたりするんだろう。ちょっとよくわかんないですね。おや、あの子なんだなんだ、すごい髪のかき上げ方だね。いかにもピンクだね。ピンクか紫っぽい感じだけど、人間の幅は出てこないよ。うん、どうでもいいよ。ジムミッションだよ。怖っ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 。ピンクピンク、なんか紫だけどね、紫っぽい印象ですけどね、これ。ウケるわ、これ。こんなボケあるんすね。ポケモンでこんなボケってあるんだ。あなたポプラさん、いきなり何をなさるんです。あんたオリーブなんかにいいように使われ、必死に願い星を集めたのに見せられて困ってんだろ。なんとかしてやらんこともないよ。頑張り次第だけどね。認めさせ、願い星のこと教えてもらうとしましょうか。キルクスタウンに向かいな。7番道路分かるだろ。どっちかな、どっちかな。またすごい髪のかき上げ方や、お前。なんだあの、キザすぎでしょ。キザって言われるがためになんかやってるような感じじゃん、これ。ジム行かないの？ジム行かないで、キルクススタジアム、ジムにやんの？ここでいいの？キルクススタジアムで。なんだ、ここでいいんだ。だってさっき7番道路行くとかなんか言ってましたよね。7番道路行くんじゃないの？ここはじめ行くんだ。はじめここやってから行けってこと？いきなりナックルスタジアム行っちゃっていいのかな？行けんのかな？あ、7個集めるな。まだだ。まだか、まだか。ここじゃ、ナックルスタジオ、じゃな、まだ、ここはやんないんだ。だからさっきの、7番のとこ行くって感じですかね。さっき言ってた。なんでこれ、キルクススタジアムでのジムチャレンジに。あ、キルクススタジアムか。ここじゃないか、キルクスって。右側ですね。右側多分、東じゃない？あ、7番道路行って、で、こっちの北の方か。7、8。7、8で行った方がどっちから行った方がいいのかな。スパイクタウン行った方がいいのかな。こっちの北だよな。多分7。多分まあそこ塞がってるだろ、どっちにしろ。まあいけないところは。とりあえずこっちにダッシュ行きましょう。オッケー。いいよー。どんどん行っちゃうよー。あ、こいつじゃん。なんで降ろさせんで、自転車から。今いいとこだったのに。ラテラルタウンの遺跡をいろいろ調査していたけど、剣と盾。今はどこにいるんだ。もう一度宝物庫のタペストロー見たくな。シュゴーン。シュゴゴーンか。シュゴゴーン。嘘でしょ。っていうか何の音、何の音だこれ。シュゴゴーンってなったけど、何、ナックルスタジアム、ローズ委員長の地下プラントがある場所。大丈夫かこれ。また行くの。パワースポット、どうしたの。パワースポット探しマシーンが反応してる。ここでダイマックスできるの。ソニアに一人くん、ちょっと揺れただろ。ローズ委員長がまた何かのテストをしてるんだな。ナックルスセリーでポケモンがダイマックスしちゃうかも。そうなのか。では委員長に伝えておくか。ダンデ君は迷うでしょ？私も一緒に行くよ。てか、ダンデいつもなんかついてきてるから、お前暇なんか、お前。私楽しみなんだよ。あなたが戦う決勝戦。だから揺れのこととかは私らに大人に任せて、キルクスのジムバッジ取れないよ。いいのかよ。任せちゃっていいんかい。普通に無駄な心配だけ私にさせやがって。ふざけんな。あ、一人。お前いつもいるな。なんかすごい狭い、世界がなんか狭く感じるで、いつも同じ人がいるからさ。目の前に。ダンデとこいつ。どこ行ったってついてくるから、迷いまくったけどようやく追いついたぞ。7番道路で相手をしてくれよ。ちょっと気合を入れたいんだ。あ、こいつ進化したかな？そろそろ。
あいつ進化しましたかね。楽しみですわ。お手並み拝見と行きますか。オッケー、こっちにもポケセンあるんですね。オッケー、行きましょう。キルクススタジアムでのジムチャレンジに挑みましょうということで、行くぜー、ダッシュー。早い早い、めっちゃ早いね。またこいつと勝負するのだるいね、本当に。私勝てるよ、でも余裕で。戦いすぎだよお前と。ホップが勝負を仕掛けてきた。来いよオーロット。なんだオーロットって。あー、これは昔いたやつですね。昔っていうかブラックホワイトの次ぐらいかな、多分にいたやつかな、前かな、どっちかちょっと分かんないけど、こいつはゴーストと確か草ゴーストだよね多分。だからこれでいいんじゃね、多分畑落とすでいいんじゃないか。畑落とす地味に使えるな、なんか時々使いますね。なんかお前の戦い方どっか兄貴に似てるかもな。いいよ無理やり言わなくて。強さという点では似てると思うけどさ、そんなわざわざ褒めなくていいから。怪しい光食らうんかい、食らうんかい。ピヨ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 していったね。これ畑落とすやっていくよ。畑落とすやってこいつ倒して、それで、あー、ここで混乱してる時にすごい傷薬使ってくってのはなかなか洒落てますね。いいよ、なかなかいい選択肢じゃない。オッケー、畑落とす使ってく、ナイス。急所当たり、急所に当たれ。無理か、効果抜群。これもう一回やっとこう。とりあえず当てろ、頼む、当ててくれ。オッケー、いいね。これで変えてこう、これで変えていきましょう。相手がよっぽど変なやつじゃない限りは、ゴリランダーちょっと別のやつに変えていきましょうか。オッケーオッケー、いいよ。クイタラン、クイタランってなんだっけ、なんか聞いたことあるけど、なんか聞いたことありやすけど、まあとりあえずこいつでいいかな。大丈夫かな、電気タイプ大丈夫ですかね。電気タイプ出して、クイタランってなんだっけ、こいつ聞いたことありますね。でもクイタラン、あ、大丈夫か。炎タイプか。炎と鋼かな、炎と鋼かな、多分。炎だけかな、炎だけか、こいつは。オッケー、見たことありますね、でも。あ、炎だけっぽいっすね、多分。急所に当たった。うわ、急所であれか、あれしか食らないか。急所で倒せないってのは結構、うわ、強っ。マジか、結構強いな。防御は下がった。結構強いな、相手。攻撃相当強いっすね。レベル的にはこっちの方が全然高いよね。38ぐらいある。こっち何レベルだ、何レベルだっけ、こっち。あ、まだそんなないか、そんなないか。カビゴンを繰り出そうとしている。入れ替える。カビゴン、あ、そうだ、カビゴンみたいなやつ出てきたとき、ちょっときついのか。格闘タイプの技ないですから、ちょっときついって感じなんか。どうしようか、これ。こういうときは。やっぱ、こいつかな。ゴリランダー一番いいのかな、やっぱり。こいつで、普通にドラムアタックやっていくのが一番いいのかな。多分そうだと思いますね。OK、カビゴン繰り出してくる。カビゴンはフェアリーとかないですよね。大丈夫だよね。まあ、いいやつ捕まえてきたな。てか、お前、あいつ首にしたかな？ウール。ウール、お前首にしたのか、もしかして。ひどいぞ。あ、カビゴン意外と、意外とそんな、普通に食らっちゃいますね。意外と攻撃与えられるな。割と。もっと全然食らわないかと思ったら。OK、ドラムアタック、いけ。やっぱ強いの、ドラムアタック強いの。コン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 。でもあれさ、叩いてないけどね、あそこの。中心のところ叩いてないですけどね、あれ。あれ叩いてるのさ、端っこのところですね。バチ、なんつうんだろう、縁バチじゃなくて縁か、縁叩いてますよね。だから太鼓の達人でいうカのところ、ドンじゃなくてカのところを叩いてますね、これ。まあ、細かいこと言えば、いけ、マジカルリーフで終わらせるぜ。ナイス、オッケー、終わらせていく。普通に処していく、処させていただく。ナイス、オッケー。9039に上がっていく。あ、39あったんだ、やっぱレベル。パルスワン、パルスワン、あいつじゃね？あ、パルスワンってこいつか。あれ、またお前、変えすぎじゃね？内容変えすぎだろ、お前。内容変えすぎだから。どんだけ変えてんだよ、お前。ふざけんなよ。すげえ内容変えてるな、パルスワンって。あ、パルスワンってあいつじゃないか？あ、パルスワン、パルスワンって、あ、いいのがいいな。パルスワンって、パルスワンか。パルスワン、スワンってなんかさ、あれでしょ？なんだっけ。あー、ツルか、ツル。スワンってのは。だから、そういうやつかと思った。あー、違うか、普通にこいつでいいんだ。お前なんかすごい変えてるな。メンバー変えすぎてクビにされたやつかわいそうだぞ。クビにされたやつめっちゃかわい、悪の波動来たね。悪の波動いいね。悪の波動は、いやーでもこいつなかなかいい技覚えていくかな、マジで。ダメ押しいらないかな。あーでもこいつめっちゃいい技覚えてんな。悪の波動とかいろいろ疑問めっちゃいい技覚えてますね。オッケーオッケー、いいよ。インテレオン、あ、これあれか、3代目か、3代目か。こいつはだからゴリランダーで行こう。多分ライバルかな、こいつ。ライバルの、あいつ進化したのかな、どんな感じになってるかな。3体目の3段階進化のやつでしょ、多分。炎の逆転ファイターだぞ。え、
炎の逆転ファイター、本当炎こいつ使うんだっけ。うわーなんだこいつ、いいね。めっちゃいいじゃん。なんか意外だったな、細くなるんだ。いやこれはこれでいいな、めっちゃ。いいな、これかっこいいっていうか、なんかめっちゃ好きこれ。うわこれこう来るか、こう舵を切ってくるか。いやもっと結構がっつりなんか太っていくのかなと思ったら細くなってくんですね。いやキモリ的アプローチしますね。ですね。まあキモリは結構でかくなったけど最終的に。うわすごいな、でも3段階目っていう感じがしないですねあんまり。でも私めっちゃ好きですわ3段階目の。うわ水タイプのやつめっちゃいいっすねこれ、水タイプの。うわすげえかっこいいな、私好きっすねめっちゃ。水タイプも割と良かったな、草も割といいっすけどね。やっぱ結構どのやつもいいのかな多分。いや最初のやつ今回なんだっけ、1段階目の進化のやつ全然かっこよくないなと思ったけど、3段階目やっぱかっこいいな。お前にビシッと挑むぞ、また戦うのお前。私はそういう道具として扱わないでくれ、お前の、お前を鍛えるための道具じゃないんだ私は。オッケー戦うぞお前。いやマジか、3段階目のやつあいつなかなかいいっすね、好きだわ、なかなかに好きですわ。よかったな、アブリボン、アブリボン。あこいつあいつの進化か、全然変わってねえじゃん、見た目全然変わってないっすね。アブリーだっけあいつ、アブリーだっけ名前、もともとのやつ。騒ぐかな、騒ぐやってった方がいいかな、騒ごう、騒いでいくよ、タン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 、オッケー。あ全然食らないね。いやこれや花粉団子やばくね、これめっちゃ食らうんじゃね。うわーめっちゃ食らう、やばい死ぬ、騒いでいる騒いでいる、やばいよこれ、あと1回攻撃しないと死なないから。うわーやばいこれきついな、マジカルシャインこれやばいんじゃね、フェアリーかでも、フェアリー技か、あじゃあ大丈夫だ、オッケー騒いでいる、オッケーいいよ、騒ぐ攻撃していきますと、ナイス、オッケーいいよ倒してきました。いやでも御三家の3段階目あと1体炎のやつ見たいっすね。おとなしくなった、 B クイーンを繰り出そうとする、入れ替える。草タイプ地味にきつい時あるなやっぱり。炎でいこうかこいつ、炎技使いますか、あーこいつじゃなくてあっちの方が良かったんだ、岩炎のあいつのトロッコのやつの進化系のやつの方が良かったな、名前全然覚えらんない名前全然覚えらんないですね。あーこいつむしろ良くないか、こいつだと虫飛行かな、相手虫飛行だからこっちあんま良くなかったか、相性として。火炎車行こう、火炎車でぶっ倒してよ、倒せんじゃね一発で、いけ火炎車、かっこいいねやっぱり、マグマラシ的な感じですからね。攻撃指令どういうことだ、攻撃してくる、うんうん、虫タイプの技かな、そっかそっか、火炎車行け、火炎車、昔よく使ったのがマグマラシでよく使ってたような記憶がありますね。結構後半に覚えてたんじゃなかったっけ、30何レベルかで確か覚えてたような気がする。爆風とかめちゃめちゃ懐かしいな本当に、今思い出す、火炎車といえばなんかそういう爆風とかマグマらしい感がありますね私の中では。 PP エイドをゲットした、こいつ戦わないよお前、草むらからはみ出てるからお前大丈夫か、お前草むらからはみ出てるよお前、草むらに生息してる感じ出すな、それで思いっきりはみ出てんのに草むらから。いいよとりあえず戦っちゃったね、戦っちゃったけど、ドラマタック使ってこっかなこいつ。あ38結構高いっすねやっぱレベル、ドラマタック使っちゃおう、死ぬよなこれ多分、相手は防御あんま高くないですから多分これで死んじゃうんじゃない、多分こっち攻撃高いですからね。オッケー倒していく、なかなかいいんじゃね、こいつも。でもいいな、ゴリランダーも結構ね違う方向からの進化でしたから良かったですね。まさかこんなさ、あこいつではいけないか、こっちいけないか、オッケーこっちいけないですね。お前らちゃんと仕事熱心な、ちゃんとこういうところいるんだもん、ちゃんと。ちょっとやめろ、レパルタスだっけ、あいつ追っかけてくんな、しょうもない、しょうもないやつは追っかけてくんな。オッケーいいよ、タクシードライバー、タクシードライバーなのこいつ、なんかすごい飛行機乗る感じの見た目してっけどね。うわまた相性悪いよ、相性悪いなこれ、相性めっちゃ悪いっすね。変えていこっか、いきなりこいつに行こう。オッケー、岩タイプ、岩タイプだったらこいつ全然処していけるでしょ、処せる系 YouTuber でしょこれ。いいね、こいつもなかなか貫禄あって、後ろがなんか紫色なんですよね背中が、こいつの。うわイバルやられた、イバルめんどくさいな、攻撃グーンと上がって混乱すると、それはダリーングですね完全に。ロックブラストいきましょうか、やめてやめてよ、挑発してくる、まあ挑発はいいよ、挑発はいいとして、いや攻撃させてよ頼むよ、来い、オッケーナイス、外れんなよ、おいマジかよ。あーロックブラストの方がいいか、ロックブラスト当ててこう、いやきついな、ロックブラスト当たりにくい、さらに何混乱してるっていう感じで、いやーマジか。でもこいつめっちゃ防御力高いな、マジで。めっちゃ防御力高いから全然相手の攻撃食らわないですよね。爪ときなんかされても大丈夫だよ、全然。何だっけ、これ。防御力、攻撃力か、攻撃と命中力か。
オッケー、当たっていく。ナイス。うわ、一発であんな食らったわ。いや強いな、やっぱ青ガラスあんま強くねえんだな。一瞬だけ入れましたけど、またあのパーティーにね、前々回ぐらいかな、確か。全然使ってないですけどね。オッケー、ダイオードはレベル39に上がった。挑発の効果を切る。ワシボン、まあこのまま戦う。ワシボンってなんだろう、ワシボンって。あーあああ、なんか急に弱そうな感じの見た目になりましたね。ロックブラスト行こう。これは昔のやつか。まあある程度ちょっと前ぐらいかな。私はちょっと知らないですね、こいつは。でも結構かっこいいやつになりますよね、多分。こいつ、今作からじゃないですよね、多分。多分そういうやつじゃないと思うんだけど。オッケー、倒していく。これで、いいのかな。オッケーオッケー。倒していって、またレベル上がっていく。ナイス。結構ガンガンレベル上がってきますね、トレーナーと戦うことによって。いいレベルになってましたね。オッケー。4320円。結構もらえますね。結構くれる。あ、なんだこいつ、新しいやつじゃね？新しいやつじゃない。こいつ欲しいな。ニャースか？ニャイキング？え、いいじゃん。めっちゃかっこいいじゃん。あ、でもこいつ進化しないかな、ニャイキングは。ニャイキングいいじゃん、めっちゃ。かっこいいじゃん。欲しいな、こいつ。ドラムアタックしてみる。多分、大丈夫かな、これ。どんぐらいいくかな。鋼タイプでしょ、多分。だから、どんぐらい半分いく？半分いかないか。半分いったね。半分はなんとかいったけど。あー、クイックボール使えばよかった。いや、これ死んじゃうな。死んじゃうぞ。オッケーオッケー。まあ、とりあえず、これで、クイックボール使ってみる。クイックボールいけ。ちょっとミスったね、これタイミング。一番最初にやるべきだった。2回目はダメか。ダメかな。来い。頼む。おい、来た。ナイス。おい、来た。ナイス。ニャイキング。いいね。ニャイキング鋼だよね、でも。ダイオードのが私好きなんだよな。ニャイキング結構いいけど、見た目が。見た目結構好きですけど、ちょっとこいつは入れにくいかな。鋼タイプだよね、多分。あ、やっぱ鋼だよな。ニャイキング。いやー、こいつは、いいか。僕そこか。こいつ結構いいっすけどね。でも、ニャースのなんか進化的な感じだから、ちょっとね。なんかあんま入れたくないっていう感じで。ポケモン入れ替える。こいつと、ドイツにしよっか、一番前。やっぱパルスワンかな、こいつが一番、なんか安定して力発揮してくれると思いますから。ニャイキング。あそこ、あ、やめて、ニャイキングいっぱいいる。いっぱいいる、ニャイキングが。怖いよ、怖いよ、怖い。とりあえずここで終わりかな。はい、じゃあ今回はここで終わりさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは次回8番道路やっていきたいと思います。それでは、バイバイ。